イーグルは1988年から1999年までアメリカの自動車製造大手のクライスラーが北米で展開した自動車ブランド。イーグルは1980年から1987年まで AMC が販売した AMC イーグルに由来する。クライスラー社内ではジープ、イーグル部門として活動し、販売は以前は AMC ディーラーであった販売店を通して ジープと共に販売された、イーグルブランドの由来となった1980年発売の AMC イーグル。アクロを走行できる能力を乗用車に与えた初期のクロスオーバー SUV の一つ。クライスラー社が1987年に AMC を買収した際、AMC 乗用車部門をイーグルブランドとして継続。プリムスやダッチなど他のクライスラー車ブランドとは異なり、 車体には、クライスラーのペンタスターロゴはなく、イーグルのブランドバッジのみが付けられた。最初の2モデルは、AMC 時代に資本関係で主要株主となっていたルノーのモデルであり、その後は、クライスラー社の姉妹車戦略、つまり、バッジエンジニアリングによるブランド戦略により、イーグルビジョン以外は、他のブランド同様、クライスラー内の他、ブランド、あるいは、 三菱自動車工業からの OEM で供給された。イーグルブランドとしてはビジョン、タロンがあったが、ジープ、イーグル部門での主な収益源はジープの各モデルによるものだった。旧 AMC ディーラーはジープが最も利益の高い商品と認識しており、販売とサービスにおいてジープとその他の四駆モデルへ注力した経営戦略をとっていたことも大きかった。 そのため、当初より、イーグルブランドの乗用車販売は軽視されていた。その上、一店舗のみのディーラーは、クライスラー系列のディーラー網への取り込みが行われるようになる。1980年代中頃、チェロキーからブームに火がついた人気車種の SUV が手に入るとあって、クライスラー系列のディーラーは喜んだが、イーグルのラインナップしている乗用車は、 同じクライスラー傘下のダッチディーラーで販売している車種と多くのクラスで競合しており、ブランドによる差別化ができなくなることへの懸念も生じていた。この結果、クライスラー社は多様なブランド展開よりも少数、モデルによるマーケティングへと移行することを選択、1996年より段階的にモデルを終了させ、1999年を最後に クライスラーは11年間のイーグルブランドでの製造、販売を終了した。イーグルブランドの最終年において、提供されていたのはタロンのみであった。ワゴンメダリオンプレミアビスタワゴンタロンビスタサミット、サミットワゴンビスタワゴンの後継であるが、三菱、RVR の姉妹車として販売されたために、サイズは一回り小さくなっている。ダッチコルトワゴン、プリムスコルトビスタは、姉妹車。 2000GTX ビジョンありがとうございます。